では新型コロナウイルス今日の感染者数を見ていきたいと思います。はい、出ましたね。今日は2845人の感染と1人の死亡が発表されました。内訳、札幌市1271人、旭川市270人、函館市113人などとなっています。石狩管内振興局別見ていきますと、今日は285人、300人に迫る数字になりました。胆振管内、十勝管内も200人に近い数字となっています。そして右下見ていきたいんですが、同立保健所管内では従来のオミクロン株よりも感染力が強いと言われている BA.2 が感染者数の 47.6% を占めているとみられています。先週こちら 22% でしたから2倍以上に増えていまして、置き換わりが急速に進んでいるという状況です。ではクラスターの情報も見ていきます。今日は旭川の住宅型有料老人ホームで5人規模のクラスター発生と発表がありました。